1> x 1 6オフ、ベーシックシャープ X1 用フロッピー版、パソコンテレビ X1 は、シャープテレビ事業部が製造していたパソコンの名称である。片名は、CZ-800 シリーズ。先行して、シャープ電子機器事業部が、MZ シリーズを製造しており、社内的には、焼いたと山と氷山の2つの部門で全く別の製品として展開した。 X1 の初代機は1982年11月に発売された。X1 の発売当時、同社のパソコンには MZ シリーズがあった。X1 は MZ-80 系を設計していた部品事業部やミニコン、オフコンを設計していた情報システム事業部ではなく、栃木県や板田市のテレビ事業部が企画した製品である。そのため、 当時の一般的パソコンとは一線を画するものとなった。パソコンテレビと名打ち、専用のディスプレイテレビ、またはオプションのデジタルテロッパーと組み合わせることで、テレビ画面とパソコン画面の重ね合わせを実現した。また、パソコンのサブ電源を切っていても、80C48 小電力チップ制御により、キーボードやプログラムからテレビのチャンネルや音量を操作できた。 本体の IPL r o m にテレビタイマーエディターがあり、チャンネル指定や曜日指定、毎時指定などテレビのオン、オフタイマーやチャンネルの切り替えを7件までプログラム、できる。本体前面のサブ電源スイッチをオフにしていても、内蔵マイコンによる制御で動作した。初代機は赤、白、銀の3色のカラーバリエーションが用意された。また、AV 機器のように積み重ねて使用することを想定して、 本体、キーボード、ディスプレイテレビ、フロッピーディスクドライブやテロッパなどコンポーネントの横幅が 39cm に統一されていた。X1G では本体縦置きも可能で、その時は高さと専用ディスプレイの高さが一致するなど、純正の組み合わせでは統一したデザインになる。なお、横幅については一部オプションや X1C シリーズ、X1G、X1 ツイン、 ターボオース以降の専用ディスプレイ TV は蒸気とは異なる。同時期の汎用的なパソコンと異なり、基本仕様は前日のテレビとの連携も含め、ホビー要素に特化されたものとなっている。加えて、テキスト画面のフォントがソフトウェア的に最低に可能な PCG になっており、ピクセルごとに任意の色が指定可能な88ピクセルで256種類のパターンが定義、 表示可能になっていた。そのフォントの書き換え、タイミングに制限はあったものの、PCG を背景に利用することにより、キャラクターを描画する演算のみで背景の上を動く、キャラクターを表示できた。これによりソフトウェア的に合成が必要になる、競合機種と比べ、カラフルな画面構成のソフトウェアが多く発売された。CRTG は、 汎用の HD46500 号を使用していた。明確に、ホビー用途の機種以外は、標準装備されることが少なく存在しても、オプションとされることの多かった時期に、3十ワン8、オクターブの PSG 機能を標準で搭載していた。しかし、X1 シリーズは、周期的な割り込み機能が1秒単位のものしかなく、安定した曲の再生をするには、 ミリ秒単位での周期的な PSG 操作が必要であるため CPU クロックを計算したプログラムを記述するか定期的に映像同期信号の変化を監視する必要があった。この問題は FM 音源ボードをはじめとする CTC を搭載した拡張ボードを増設するか、あるいは CTC を標準搭載した X1 ターボ以降で改善されることになる。 入出力ポートは D-SUB9 ピン台系のコネクタで2ポート用意されたジョイスティックポートに接続されており PSG のレジスタを開始を脳の8ビットの入出力ポートとして使用することが可能であるコネクタ形状並びに GND の位置は当たり仕様のものと同一になっておりカタログ上は当たり仕様準拠になっている前述の通り8ビットの i。 王がそのまま接続されていることから電源ピンが存在せず電源供給を必要とする連射付きジョイスティックなどの使用には別途電源を必要とした。当時のパソコンはゲームをキーボードで操作しなければならないことが多かったが X1 を含め多くの機種では複数キーの同時押しなどに一定の制限があった。X1 では 電波新聞社がゼビウスを発売した時にジョイスティックをセットにしたパッケージが用意されたり、X1G の標準添付品にもファミコンのコントローラーに使用感の近いものが用意された。MSX などの普及した規格のジョイスティックの多くが利用できたことから、選択肢の多さも含めゲーム用途としては、比較的早期に成功したパソコンと言える。CPU 速度、解像度など、 基本性能としては、各社横並びの性能であったが、これらの要因や機能により、ホビー用と特にゲームに強みを発揮したと言える。Z80 は80、8080では8ビットだった、I、O 空間を16ビットの空間として、利用できるように仕様が拡張された。X1 シリーズでは、この仕様を利用し、メインメモリをバンク切り替えなどによって、ベレムに割り当てる、 当時の一般的な実装ではなく、I-O 空間に直接ベレムをマッピングした。この実装は、同じく Z80 を採用したソニーの SMC-70 や SMC-777 などでも用いられており、メインメモリー空間のバンク切り替えを用いることなく、常に 64KB のメインメモリー空間と 48KB のベレム空間に、 アクセス可能なメリットがあった。また、初代 X1 と同世代である PC-8801 では、テキストベレムをメインメモリに置き、DMAC により転送することから、バス調停によるメモリアクセスウェイトが存在したため、相対的に X1 はメインメモリのアクセスが高速でもあった。その反面、直行性の低い当時のシスク CPU では、 高空間へのアドレス指定に煩雑な面が存在し、また、メモリー空間と比較して、読み書きに要するステート数が多いといったデメリットも存在した。加えて、ベレムの配列が特殊な並びになっていることによる、アドレス計算の煩雑さなどから、グラフィックス制御そのものは扱いやすいとは言い,い、硬かったが、サイクルスチール回路の導入や、独立したテキストベレム回路の設計など、 システム速度の足を引っ張らない工夫がされていた。同じパターンが書き込まれてしまうため、実質画面クリアにしか利用できないものの、全3プレイン同時アクセスも可能になっている。電源投入直後、最初に IPL が起動し、フロッピーディスクドライブ、拡張ロムボード、CMT の順にブートを試みる。それらの応答がない場合や、ユーザー操作によるキャンセルにより、 メニュー画面に切り替わり、ブートするデバイス3つとテレビタイマーのエディタの計4つから選択する画面へとセニーする。基本設計は、同社の MZ シリーズ同様、本体に直接ロムでシステムプログラムを直接を持たないクリーン設計となっている。MZ とよく似た仕組みでありながら、X1 の IPL では読み込み時はロム、書き込み時はラムに、 CPU がアクセスするようにし、Z80 のメインメモリのフルサイズである64基部のデータを一度にラムへ書き込むことを可能にしている。初期の本体に標準搭載された二次記憶装置はデータレコーダーのみであり、標準の構成では当時の一般的なシステムであったベーシックの起動まで数分を要するというデメリットがあった。しかし、 フロッピーディスクドライブとディスクベーシックの利用や拡張ボードとしてあらかじめベーシックの書き込まれた ROM を搭載した CZ-8RB01 等の利用によりその時間を短縮することが可能であった ROM ボードを用いた場合でも直接メモリ空間にマッピングされるのではなく IPL によってボード上のデータが RAM に展開された 本体内蔵のデータレコーダーの速度は 2700BPS で同時期の競合製品の2から3倍という転送速度を誇り、同社 MZ シリーズの一部に由来する電磁制御の可能なデッキはプログラムで頭出しやデッキオープンなどの制御が可能になっている。これらの機能を活かすことで競合機種では FD 版のみで提供されたソフトが X1 では廉価なテープ版でも提供されることが多い傾向にあった。ただし、フロッピーディスクと比較した場合高速とは言い難い、シーケンシャルデバイスのテープ版のゲームが FD 版同様快適に遊べるかどうかは別問題であり、テープ版ではデータを減らすために仕様が異なる実装のゲームもあった。 比較的初期の X1D に標準搭載された3インチフロッピーディスクが国際的にも大幅にシェアを伸ばした5.25インチミニフロッピーディスクに押され X1D 及び外付け3インチフロッピーディスクドライブは廃止 X1 ターボの登場時に5インチフロッピーディスクドライブを採用するといった右右曲折や純正フロッピーディスクドライブの価格が高価だったことなどの要因があり FD によるソフトウェア資産が出揃うのを遅らせ、カセットテープと FD で分散、あるいは両方の媒体で提供されることとなった。これらは MZ シリーズでも同様の傾向があり、標準搭載のデバイスがデータレコーダーの時期が長く、割高なフロッピーディスクドライブへの移行は緩やかなものとなっていた。X1 ターボ発売以前の X1 シリーズには、 リセットボタンのみしか装備されていなかった。未リセットは、Z80CPU に強制割り込み信号を送り、特定のアドレスにジャンプさせるもので、ホットリセットを行う目的がある。X1 ではそれを積極的にリセットスイッチとして利用した。しかし、ジャンプ先アドレスは Z80 の仕様として 0X0066 番地で固定されており、 市販のソフトウェアで、ミリセットを行うと、リセットを想定していないソフトウェアでは、フリーズしてしまうなど意図しない動作を起こす。これを逆手に取り、ミリセットのジャンプ先に恋に、裏技となるものを仕込んでおくゲームも見られた。X1 ターボ及び、X1 回より、IPL リセットボタンが追加された。このボタンは、電源投入時とほぼ同じ挙動をさせ、IPL を呼び出す。 再起動用のリセットボタンである。その動作上リセット時に明示的にメモリがクリアされることはないため、起動時に利用されない空間の内容については保持されている。CPU には Z80A を採用し、割り込みは強力なモードにを使用した。ただし内部割り込みはキー入力のみで、大麻割り込みなどはなかった。サブ CPU として 80C49 を搭載し、 キーボード内の 80C48 との通信やデータレコーダーの制御などに使用した。シリアル通信を採用したことに関連し、設計上キーマトリクスの取得ができず、シフトなどを除きキーの同時押しは検知できなかった。キーボード分離型では接続コネクタに 3.5mm の3極ミニホーンプラグを使用していた。添付のベーシックは、シャープとハドソンの共同開発による不ベーシック。 当時の水準では柔軟な記述を許容するなど、扱いやすく高機能なものだった。しかし、塗りつぶしなど一部の描画ルーチンの最適化が甘かった、ためグラフィック描画の遅さが目立ち、またテープから起動する必要があったことと、相まって、X1 は遅いという誤解を招くこととなった。ただし、塗りつぶし処理以外は、当時の水準程度、 またはそれ以上の性能を備えていた。一方、X1 回と共に登場したニューベーシックは、X1 ターボの開発時に得たノウハウをフィードバックし、グラフィック描画性能を大幅に向上させ、漢字も扱いやすくなっていた。そして、クリーン設計ゆえに、この新しいベーシックは、初代 X1 まで遡って使用が可能であり、これをもって、 X シリーズは5年間その基本設計を変えないとする販売姿勢の調査とされた。X1 シリーズはモデルチェンジを重ねつつも基本仕様はオプションの標準装備化を進めた程度で上位互換性を保ちオプションを追加しさえすれば初代機の X1 でも長期間現役機として使用することができた。しかし初代発売の2年後に上位互換の X1 ターボが発売され、 1987年後半、五郎には新規発売されるソフトウェア、特にゲームはターボシリーズのみ、代用のものが大半になった。このように、実際の市場動向としては、初代の X1 が5年間完全に現役でいられた。わけでも、コンシューマーゲーム機のように単一プラットフォームとして機能していったわけでもない。X1C 以降、C、D、F。 G と連番のようになっているが E は抜けている。なお、ターボ発売時の OMZ には X1S、X1E くなる性能強化機種の噂情報が載っている。この記事に関係して混乱を避けるために E を飛ばしたか、あるいはターボ自体が E に当たる可能性もある。非公式モデル X1 ターボは X1 の上位機種として1984年10月に発売された。X1 シリーズとソフトウェアハードウェアとも、モード切り替えを必要としない、完全上位互換を維持しながら、機能の改善、並びに拡張が行われ、Z80 ファミリーの CTG ドマシオが揃って搭載されていた。赤、シルバー。 ホワイトを基調に展開されてきた同シリーズであるが、1985年11月に登場した X1 ターボ2には、X1 発売3周年の特別限定色として黒色が設定され、それが好評であったため、この機種以降は黒色が X1 ターボシリーズの標準色となった。高い互換性を持つ上位機種である X1 ターボは、 回帰種の X1 の性能が比較的優れたものだったことから専用のソフトウェアがなかなかで揃わないというジレンマも抱えることとなった。また、X1 ツインに至るまでノーマル X1 シリーズの販売は続き、末期になるとターボ専用が中心となったにもかかわらずノーマル X1 が併売されるという新たなジレンマとなった。 パソコンとしての基本性能を下記のように向上させてはいるが、ホビーマシンに重視されるオーディオビジュアルの面での標準搭載による進化が多機種に比べ少なかった。X1 ターボ登場後、ライバル機がモデルチェンジを重ね、FM 音源搭載やその拡張による音響表現の強化やアナログ RGB 搭載による多色表示化を進める中で、 X1 シリーズでこれらが標準で搭載されるのは X1 ターボース発売まで待たなければならなかった。これは X1 が発売当初からホビー志向でオーディオビジュアル面での基本性能が初めからある程度高かったことに甘んじた結果と言えるが、このことがホビー志向を強化してきた多機種に水をあけられる要因の一つとなっている。X1 ターボのターボは 自動車のターボを踏まえたものであるが、t はテーラードマシンでユーザーに合ったマシン、u はアップバージョンでこれからの成長、r はレゾリューションで高解像度、b はバッシーナスオリエンテドでビジネス向きという別の意味が含まれている。表示機能の強化 x1 ターボシリーズでは従来の表示モードに加え64400.8 40色のグラフィック機能を搭載した。 垂直400ライン表示が追加されたことで、水平動期周波数は従来の 15kHz に加え、24kHz モードが追加された。24kHz 動作時は専用モニターにハイレゾモードランプが点灯する。また、24kHz モードの200ライン表示時も可能であった。ただしデジタル RGB 出力のままであり、色数は発色だった。 ハードウェア制御のタイミングも改善され、垂直帰線期間にしかできなかった PCG などへのフォントデータへのアクセスを水平帰線期間にも可能になった。しかし、各プレーンに対し同時書き込みが可能な機能を X1 から継承したものの、I、O 空間にベレムがありアドレスの計算が煩雑な配置になっていること、描画支援をハードウェア的に持っていないことは、 競合機種に対して G ラムに対するアクセス速度の点で大きく差をつけられる原因となった。漢字テキストベレムの搭載水平同機種波数 24KHZ モードのサポートとともにハードウェア的にロム上の日本語フォントをテキスト画面と同様に扱い画面上に展開する漢字テキストベレムを搭載4025行の高速漢字表示を実現した。グラフィックス画面に ソフトウェアでフォントを展開、合成する処理に比べ、キャラクターコードの書き込みのみで日本語表示が可能であったため、8ビット機でありながら16ビットパソコンにも、非検シル、日本語処理を可能にしていた。この実装は、構造上、CG-ROM にフォントを持つ必要があり、初期は、実数第1水準漢字ロムのみ搭載されていたが、実数第2水準漢字ロムの発売を経てこちらも、 標準搭載されるようになった。キーボード横にスライドスイッチが設けられ、A、B モード切り替えが追加された。A モードは従来互換のものである。B モードは、かな入力が実配列から50音配列に変わるほか、マニュアルには記載されていないが従来不可能だった、同時キー入力が可能になっている。また、タイマなどの割り込み要因を増加させ、ドマの追加によって、 CPU 自体の仕事量を軽減し、ベレムやフロッピーディスクドライブへのアクセスが並行してできるようになった。メモリについても、Z80 の制限である64基部を超える空間を取り扱うためバンクメモリがサポートされた。しかし、グラフィックスベレム Y、大空間に据え置かれたため、メモリ空間に置かれることのメリットである、アドレッシングモードの豊富さ、自由度、アクセス速度は、 享受できないという制限は同様であった。X1 シリーズはクリーン設計の下本体に BIOS を持たず、起動時に i p l によって読み込まれるようになっていた。シャープは i p l によって読み込まれる BIOS を IX と呼んでいたが、X1 ターボシリーズでは本体にローレベルな処理を定義した BIOS ROM を搭載し、故障も BIOS に改められた。IX と BIOS に 完全な互換性はなく、BIOS コールを使用するアプリケーションは、X1 ターボシリーズ専用となる。なお、これにより、ターボベーシックでは、IPL BIOS のワークエリアが拡張されたため、ベーシックと機械語を併用したプログラムでは、機械語部分のアドレスがこのワークエリアにかかるものは、ターボベーシック上では動かない。その場合は、X1 のベーシックを用いることで動作させることが、 可能である。1986年12月には、わずか1ヶ月前に登場した、ターボ3に AV 機能を強化した X1 の最上位シリーズで、ある、X1 ターボースが X68000 と同時に発表された。これ以降ターボシリーズは、ターボースシリーズに集約されることとなった。従来デジタル発色の出力のみであった。 表示機能が強化され、4096色同時表示可能なグラフィック機能とアナログ RGB、パレット、ハードウェアスクロール、ビデオキャプチャーやモザイク機能などを追加した。ただし、他の機種がベレムの制御に専用のコントローラやサブプロセッサによる描画のサポートをさせたり、ルーなどによってベレムへのアクセス処理そのものの軽減を周辺チップによって測ったのに対し、 ターボースでもそれらの仕組みは導入されなかった。そのため、多色描画が可能である反面、4096色モードでは1ピクセルの描画に実に12回ものアクセスが必要という処理量の増加が見られた。デジタイズされた画像の表示など用途によっては、表現力の向上があったものの、動きを要するような処理には、多色モードは利用しにくかった。 サウンドはオプションであったステレオ8チャンネルの FM 音源である YM2151 を標準搭載。入力クロックはチップ規定の値ではなく CPU クロックと同じ 4MHz が使われているため、チップの本来の設計とは若干異なる波形を生成する。従来機種では内蔵音源である PSG とのミキシングがサポートされていなかったが、本機で内蔵されることにより、 標準状態でミキシングされた出力を得られるようになった。また、マウスが標準装備となっている。X1 ターボ G および G では、CRTG が上位互換のメガバイト89,321バイトに変更されている。X1 ターボ G 以降には、Z ベーシックが標準添付され、これらの機能はベーシックからも利用が可能になっていた。 ターボースシリーズに標準搭載された FM 音源やアナログ RGB は後発だっただけに、いくつかの点で競合するタ機種より、カタログスペック上は優れていた。しかし、こうした AV 機能の進化がタ機種に比べて遅れ気味だったこと、CPU クロックが据え置きであり、処理を軽減する仕組みが導入されなかったこと等により、その機能をフルに使った専用アプリケーションはほぼ、 発売されなかった。また、タキシュより優れていたが故に、互換性が低い問題があった。これは、ソフトウェア移植の障害となり、移植されてもそれらの機能が十分活用されない、ことにもなった。オプションだった機能を引き継いだ、FM 音源は、ヤングシナトラ2のように左右に音を振るなどの、ステレオ対応がされたほか、後期のソフトウェアで、 パッケージやマニュアルに記載されていないものの、非公式でターボースシリーズで実行した際は、アナログパレットを使用する U4E などのソフトウェアはあったものの、機能の活用は限定的であった。こうして、X1 がターボースとなり以下に機能改善を図ろうとも、X68000 の圧倒的性能の前には存在感が霞んでしまい、X1 ターボース専用ソフトはほとんど、 発売されないまま、X1 シリーズの流れは、X68000 シリーズへ継承されていった。ありがとうございます。